弾頭問題でガチ切れ、ことアメリカ運営の内情暴露。ビエルサは3位決定戦の前日会見で激高した問題となっている観客との乱闘について、ビエルサは選手ではなくことアメリカ運営の問題を指摘した。そして運営から家族を守ることも逃すこともできないと言われたことを明かした。また芝の状態などについて以前言及した際に、ことアメリカ運営から二度とそのようなことは言うな、選手にも言わせるな、さもなければ恐ろしい結果に直面するぞとアルゼンチン監督スカローニが脅迫されたことを明かした。ビエルサはわかってるね、いい監督だよ本当に。ビエルサがこんなになってるの初めて見た。ことやってることエグすぎんか。泣けてきた。不幸中の幸いというか、こんな事態だからこそ監督がビエルサでよかった。ウルグアイ対コロンビア戦の後に起こった事件について、ビエルサさんかなりお怒り。またウルグアイサッカー協会も公式声明を発表。選手は家族を守るためにスタンドに入ったことを認め、家族を守らなかったことアメリカ運営に問題があるとした。ウルグアイサッカー協会が騒動の件について声明を出した。十分な警備がなく、選手たちは家族を守るために動いた。ビエルサも激怒してたが、主催者側が非難されるようなことはもう二度と言うなと脅され、真実は葬られる。そしてジャーナリズムは権力やお金、メリットがある方に反応を示すと。ビエルサ温帯、相変わらず論旨明確でぐらつくことがない。ファやコンメボルとかには煙たがられるんだろうけど、なあなあなグダグダが日常的な南米サッカーでがっつり正論を論旨明確にわかりやすく、メディアに翻弄されずに語れる指導者は少ないんよ。権力と戦う人はかっこいい。